エスカーで、フルコンボ S++ をメレーオンリーで取ってみたいけど、うまくいかずに諦めている方もいるのではないでしょうか。メレーオンリーでフルコンボをつなぐにはあるコツがいるのですが、そのコツさえわかれば、実は全キャラクターの中で最も簡単に、フルコンボ S++&200 マノーバーを達成することが可能です。今回はステージビレッジにおいて、メレーオンリーでフルコンボ S++ を達成するための方法について解説します。まずアタッチケースの中身ですが、メレーオンリーなので、ハンドガンマグナム手榴弾は一切使いません。使うのは現地調達する救急スプレー。ハーブの回復アイテムだけです。回復アイテムは重要なので、マッツ内できっちり回収するルートを取ります。次にマッツですが、バレットボーナスが画像の配置になっている状態をおすすめします。画像の配置にない場合はリスタートを繰り返してみてください。このバレットボーナスの位置が後半戦の重要な場面で効果を発揮します。最後にメーンの戦闘は村の中央広場で行います。カウンター主体でメレーコンボを繋いでいきますので、全方位からガナードの攻撃を受けられる場所として最適です。それでは早速実践していきます。ルートは左後方の細い道から時計回りにスタートします。鉄板の進行ルートですね。小屋の中にバレットボーナスがあるので素早く回収します。初動が遅れるとおばさんに殴られたり掴まれるので注意です。タイムボール
複数正面に集めやすいです。バナードレスの鏡手にする場合は必ず別の